ニュースについては、宮内さん、まあ、気になるのはやっぱり青少年に関わる問題だということだと、いつかありましたね、今週もね。携帯電話の小中学持ち込み禁止を決めた、教育者成功の段階、そうですね、それからあと大阪、まあ、大阪のね、彼が、話題をまいていましたよでね。も、携帯はいらないっていうのがもっぱらメディア上で、でまあ、一言二言くらい、まあ、でもセキュリティのことを考えると、ちょっと心配だわみたいな声がちょっとあるけど、やっぱりいらないっていう声が前面出てるようなちょっと印象ですそうけどね。も。あとやっぱもう一つは18歳成人についてのその法制審議会でのですね、中間報告が、結論が出せまあ、ない。結論が出なかったってことも興味深いことですよね。まず携帯はどうですか、皆さん。皆さん僕自ね、身をどう見てる？今ジモさんおっしゃったこと、いわゆるマスコミがね、その携帯電話禁止の大合唱に右へ倣えしているということについては、まさにマスコミ自身がステークホルダーですよね。なので、あまり真に向けない方がいいっていうふうにセオリー通り思いますよ。というのは、僕もそうですね、まあ、いろんな、例えば TBS が出してる、調査情報っていうね、雑誌でちょっと統計の分析をしましたけれどもね、携帯電話のその所有率がですね、まあ、世帯で半数を超えるっていうふうな状況になったのは、私は2002年か3頃なんですけども、そのあたりから突然テレビの聴取時間っていうのはですね、ものすごい勢いで落ち始めるんですね。で、代わりに携帯電話の利用時間がものすごい勢いで増え始めるんですね。つまり面白いですよね。周りで利用している人間が増えると、その人間たちとメールをやり取りしたり、いろいろやる時間が増えるということで、まあ、自分だけしか持っていないとか、その所有者が少数者である時代に比べると、やっぱ増えるとね、利用者が増えると利用時間が増えるんですよ。そうするとそれに食われてテレビの利用時間が減っていくんですね。テレビだけじゃないですよね。実際には可処分時間、可処分所得2つあって、テレビは可処分時間食われちゃうってことがあるんだけど、実際には可処分所得のところでも、まあ、携帯代を払う代わりに、あれに使えない、これに使えないってことで、例えば雑誌に回せないとか、服に回せないとか、いろんなものに回せなくなってるっていうね。そういうことの中で、携帯電話が特にメディアの側からすると目の敵にされやすいと。で、実はその、携帯電話を使った広告っていうのもね、まあ、ゼイベルっていうのをね、中心としてバーッと広がったってことがあって、僕も、例えば東京ガールズコレクションっていうのはね、携帯が広げた文化だっていうふうに紹介したこともありますよね。そういう意味で言えば、可処分所得が携帯に食われるっていう部分と、携帯でしかしちゃんと広告をなして、それによって活性化してる市場もあるっていうところで、ある程度相殺できるんだと思うんですが、テレビの世界は、あるいはテレビや雑誌の世界は完全に携帯と点滴関係メディア接触時間を単純に取られてるってでことすね。よね。なので、まずそのことを一つ考えました。あとやっぱり、もう一つ、僕昔から携帯電話を使ったですね、まあ、携帯電話で携帯情報ツールなんですが、メールやね、ウェブサイト、掲示板へのアクセスが匿名であることによる、例えば性犯罪等の被害、はっきり言ったら大したことないんですよ。なんでかっていうと、利用者の延べ人数に比べれば、ね、起こる事件っていうのが、顕在化しなかったことも含めて、やっぱものすごい少ないと思う。そういう意味で言えば、全く大したことがなくて、まあ、昔から大したことがあるに決まってるのがね、文京区のその音羽で起こった音羽の母事件じゃありませんけど、オフラインって言いますけど、対面のコミュニケーションの裏側に オンラインでのコミュニケーションがあるので、まあ、その対面のコミュニケーションの裏側に 携帯のメールを使ったコミュニケーションがあったりするんで、親も子供も非常に疑心暗鬼になりやすいっていうことですよね。例えばメールで連絡も回すときに一人だけ外されるとか、時々ミスでそういうことが起こったにしてもですね、これは自分に対する嫌がらせじゃないかっていうふうに受け止めたりするとか、特にこの数年間はプロフサイトって言われるですね、まあ、学校裏サイトを含めた、携帯でアクセスできるですね、そういうサイト、まあ、できたことがありましてね。例えば、
親友同士であるはずの男の子同士、女の子同士でも秘密打ち明けられないと、なぜかというとプロフサイトに書かれちゃうとか、ね、裏サイトにさらされちゃうとかってね、あのだからそういうことなので、親友同士でも疑心暗鬼で払われないとかってね、これが最大の危機なんですよ。でね、あの何でもそうですが、あの社会学はやっぱ文脈重視しますんで、携帯電話があるいは携帯情報ツールがいつも必ず、つまりユニバーサルに普遍的にそういう機能を果たすなんていうのは元より思いませんけれども、日本のようにあの定型化した社交の文化がちゃんとなくて、あるいはそれを補うようなね、地域共同体のいわばまあ眼差しというか、その世間から来る、まあ、縛りもねかなり弱くなってしまっている状況では、やっぱり日本の子どもたちや若い人たちが非常に無防備であることは間違いないですよね。何に対して無防備かっていうと、匿名うんぬん感じゃなくて繰り返しますけども、携帯情報ツールというのが出てくると出てくる疑心暗鬼をどうやって克服していいのかわからないっていう意味で非常に無防備ですね。なのでとすればね、あの論理的には処方箋は2つしかなくて、携帯の禁止化でなければですね、携帯を禁止しないのであれば疑心暗鬼を克服するような訓練ですよね。でしかしこういう訓練をするためには、訓練をする側のスキルが要求されるし、ボリュームも要求されます、人の数が必要ですよね。